考えだけで再現して曲名当てられるのか。Twitter で前に話題になってた、うん、歌詞図解クイズっていうのがあったんだけど、うんうん、歌詞を文字と図だけで表現するっていうやつなんだけど、あ、有名なやつだとさ、下歌がめっちゃ面白かったね。そうそう、本当に簡潔に分かりやすくさ出してたじゃん、図で。うんうん、今日はそんな感じでフリー素材を使って、まあ、イラスト屋さんとか、うん、ね、使ってやっていこうかなと思ってるよ。お互いもうね、図は作ってきたからね、意思疎通力をね、こう試していこう。頑張りましょう。じゃあ、うん、姫の再現した価値は価値価値姫の再現した歌詞はこちら、ドーン。なんだこれ。なんださあ、なんでしょう。あー、ハートが走ってる、脳が絵を描く車、酸素カプセルから出てきた女が伸びをする、迷路に迷う、おー、で、こうお化けはお化けはこれ多分わかるな。え、ほんと？これわかったかもしれない。嘘嘘嘘、なんで裸エプロンなんだろう。別にその裸エプロンが重要っていうわけではない、ごめん。でもなんでさ、裸エプロンなんだと思う。なんでイラスト屋さんは裸エプロンを描いてしまったんだろう。企画の趣旨が変わってる。そうじゃない、歌詞を読み解いてくれ。そうだね、歌詞だね、歌詞を読み解いてくれ。すごい気になっちゃう。まあ描く、まあ未来を描くでしょ。車が飛んでるから未来を描く。お化け怖くない、もう怖くないみたいな感じ。そう、そう、すごい。え、酸素カプセルが本当にわからない。なんだろう、やっと目を覚ましたかい。確かに、で覚ましたかい、それなのになぜ裸エプロン。だからさ、裸エプロン関係ないんだって。もうこれを持ってきた姫が悪かったよ、じゃあ裸エプロンに対しては。ランナー、ドキドキランナー。作品か。だってドキドキランナーって感じ。なんでそんなちょっと癖強いの。全然もうちょっとシンプルに訳してよ。出てくる歌詞知らないよ、姫。アイタイムー、何、ハートゴールの棒の前でもううろうろしてる人みたいな。全然分かってないけど、ハートを心に変えてほしい。あー、心ってことは心を走る、未来描く。もう言ってる、言ってるよ、言ってる。何、あ、あ、ちょっと待って。目覚めた心は走り出した、未来を描くため難しい道で立ち止まっても、あ、空は綺麗なおさでいつも待ってて、待ってないな、くれる。だからお化け怖くない、もう何があってもくじけない人。そこの方はくじけない人。コネクトだ。どんどん歌っていくうちに楽しくなってくるでしょ。よし、じゃあ行こう。ひなのね、再現した歌詞はこれだ。うわー、ホラーじゃない。なんでホラーだよ。黒歴史、闇をロックしたみたい、過去に鍵をかけみたいな、うん、歌詞っぽいね。歌詞っぽいでしょ。ろうそく、ろう人形が、うん、すごい歌詞になったね。この太陽はなんだろう、日が昇り、ローの人はなんだろう。まあ、状態だよね、大事なのは。溶けるだ。うんうん。ありのままの、え、合ってんじゃない？姿見せるのよ、ありのままの。あれ、ありのまましか言ってないこの曲、どうしよう。溶けてないね。姫はオラフが溶けてくれると思って今歌って。溶けちゃダメだよ、オラフは。あれ、溶けないっけ。サビの頭からとは限らない。なんだと。右のはなんだろうな、成仏？成仏だ。ねえ、お化けということはなんかどっかで見たよね、それ。怖くない、うん、怖くない。姫と同じこと考えていけ、ひなも。抱き合ってとか、お、抱き合って、うんうんうん、これ溶けてでいいのかな、溶けて、日が昇る、お、え、もう完成割としてるよ。そうでしょ。3、いやだいやだ、2を求めてないけど、そばにいられると思い出す。わかんない、1、やだ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 。はーい、タケコプター。わかんない、なんだ。そうだね、順番で言うとこの黒歴
私が忘れたい忘れてしまいたい閉じ込めちゃうの昔の日々を、うんうん、忘れてしまいたくて閉じ込めた日々も抱きしめたぬくもりで溶かすから怖くないよいつか日が昇るまで二人でいよう痛かった二人で痛かった夜にかけるな悔しい次こそは分かってほしい、うん、姫が考えた次の問題はこちらダンドーンあ、分かったかも早早早早くないなんで言ってごらん、いいよこれもう一つしかないじゃん。え？え？嘘。だげない、だげない、だげない。今宵、僕たちは友達のように歌うだろうだけ。いやでもすごい正解！嘘！早すぎない？でもみんな1秒でわかるんじゃないかな。本当？すごい優しいもんで、これ島歌ぐらい上手。よく見て。背中見て、ドラゴンの背中ちっちゃくナイトがいるドラゲナイトになってるこんなに早く伝わると思ってなかったからすがすがしさがすごいいや、簡単だよこれほんと自信作だったんだけどいや、自信作でしょ あ、自信持っていいんだ褒めた褒めた ありがとうこれね、分かった気持ちいいかなあ、ほんとすごいいい感じにできたと思う最終問題ひなの問題はこれだ！じゃじゃーん！なんだ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 ？お茶してる。お茶してるね。なんだ？なんだ？なんだ？キョロキョロジェットコースター。うん。いつも天気悪いんだね。うんうんうん。そういうことでしょ？だって、ね、お茶してて、竜巻、雷、本当は晴れ、とかそういうことだ。なんだこれ！なんだ？探し物。は何ですか？え、その前でなんでお茶飲んでられるんだろう。あ、今でもいいとこ行ってるよ。え、前でなんでお茶飲んでられるんだろうが。このね、うん、イラスト屋さんのイラストの名前が地震を気にしない人のイラスト。ちょっと待って。あ、揺れてるんだこれ。だから地震ってそういうこと。なんで揺れてるんだろうこの人たちと思った。そう気にしてないの。竜巻でも気にしない。雷でも気にしない。うん、そうだな。このね、上の2つ。うん。別にこれ2枚じゃなくて1枚でもいいんだよねこの2つが合わさってしまってもいいぐらい荒れ狂う大地にそれをどう言うか破天荒それ違くないじゃんあれ天候嵐ちょっとまとめすぎたなまあその総称みたいな天変わか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 様わかわかわか言っちゃっていい機会興奮してる興奮してるスプーン取ってせかさないでちょっと待って頂点ペンチみたいな競争にも慣れてよこんな日常を平和と見間違うおいでしたランブリンこうしたー揺さぶられながら見失えないものはなんだもう、うわもう答えに近づけるためのヒント出しまくったけど ありがとう破天荒から気づけたうわ転校できたね転校したそういや、ちゃんと一問ずつ正解できたねまあもう答え無理やりね導き出させるようにしたけどねみんなでもさ、時間かけてさ、うん、考えてけばさ、うん、分かるからさ、うんうんうんね、みんなにも体験してほしくないこれじゃあ、うん、この後ツイッターでもう一問出すからおいいねでこれみんなにも解いてほしくないそうだねもう分かった時のこのアハ体験みたいなスッキリ感すっきり感ぜひ味わってほしいから感動を君に届けるぞはいそれではごきげんようタンタカラタタンタカラタタラックベビータンナカとチュチュキヨタラック